えー、マッチドグリップの指の細かい使い方ね、えー、補足しておきますえー、スティックってこういうふうでしょで支点がここになるんですよでこの2本の指である場合は支点と力点をここで使い分けなきゃいけないのねここが支点ででここが力点になるのねこういうふうに要は、えー、支点っていうのはこういうふうにやると分かるんですけどこういうふうに動かしたわけだ、ね、な もここ挟んでるだけでここを中心にこう可動するわけですよ。でこの支点をしっかり作っておくとこれが綺麗に軌道が。これが緩んでると上でブラブラしちゃうのでしっかり挟むってことね。でここで駆動させてもこれはこの二本の指の練習の時にします。で残りの指はここ,こにこの一を補助するための。でこの支点と力点を完全に分離しないで。 力点の練習をする時はここを支点にしてこうやって練習する。こね、1個ずつ別々でやる人もいますなのでこっちでやってた時もこれをこのままずらしてきてこれをこのように。いうふうに叩けばいいんですね。だからちっちゃいゴーストの叩くく時はこ,のこれをできるだけちっちゃくコンパクトにして支点と力点をしっかり分けて。要は支点が動いちゃうと 要は表面だけの音になっちゃうので視点をしっかり定めてておいて他の指でコントロールするこれが結局こ,このコントロールがこっちの指になるよりはこっちのスティックだとコントロールの指がこっちになるだからすごく細かいニュアンスが出しやすいだからそのちっちゃい音で細かいニュアンスとかこういうのが出しやすいのでこっちのを使う時があるでもこっちでもうまく練習すれば全然大丈夫なのでで グリップは3分の1が一番跳ね返ってきます。ただ、跳ね返ってきて合理的だからいいかっていうよりかは、例えば力屋さん、東原力屋さんなんかは結構、おも、遠めに持って、重たい音を出したりとかしますね。で、えっ、ー、と、短く持って軽い音を出す。要はその歌物なんかの時は軽い音を出す。グラディテイとか確かそれ言ってたような気がしますね。こう、短く持ってね。だから、 視点っていうのは合理的なのは3分の1でまず弾みやすいところで弾ませる練習をしておいてでまあ慣れてきたら遠くでも弾ませれるわけだから重たい音出すのか軽いサウンドにするのかっていうのはここでええまああとはまあよくこう、えー、ビルシュアートとかガットが使うこれい機能とってですねこれはこうウェーブギュッて出して手の中反響させると ここういうい音を、ね、変化させるこれライドで叩くとすごいこう、ね、カチンカチンした音が出るんですけど、まあ、これはな,んかなかなか最初出ないですね。えー、ガットはこれで出るらしいんですがそれ僕はできないですね。こういうねサウンドの変化ということでございました。なのでゴーストの練習をするときなんかもこうちっちゃいちゃんと視点と力点を分けて練習することをおすすめします。以上でした。ありがとうございます。